プロ野球パリーグ日本ハム12、3セーブ、15日、エスコンフィールド北海道。プロ野球、日本ハムの軍司祐也選手が放った4号ホームランがブルペンのカメラを破壊、ヒーローインタビューで謝罪し、会場が笑いに包まれました。3回、虫一塁の場面で打席に立った軍司選手は、2球目を弾き返し、 ライト方向へホームランを放ちました。しかし、この打球がブルペンにあるカメラに直撃、カメラのカバーが外れるなど、打球の破壊力がうかがえます。ホームランに大喜びの軍事選手でしたがヒーローインタビューで、そのカメラについて聞かれると、30万ほどすると聞いたので給料から引かれてないか心配ですとコメント。 さらに、ベンチ帰ったらみんなからあれ30万だぞって。おめでとうが先だろうってと、ベンチでチームメートからいじられたことを話しました。しかし、球場のモニターに壊れたカメラが映ると、すみません。弁償しますと謝罪をし、スタジアムは笑いで包まれました。郡司選手はここまで、4本抜いた、二重打点をマーク。 キャリアハイですけどまだまだ足りないと思うのでここから積み重ねられればと思いますと話しました。